男の時は全然興味なかったけど。男の時、アキラみたいな可愛い子がそんな男の子みたいな好きしてたら、お前絶対エロいこと考えてるだろ。いやそんなことねえよ。チョロピョ。どうしたアキラ。いや周りの視線が気になるっつうか、なんかみんな俺の方見てね。オーセン。あれユイナ一人？珍しいね。うん、たまにはね。そっちは二人で遊び中？相変わらず仲いいね。あれどうしたんアキラ、難しい顔しちゃって。あーなんかみんながこっちジロジロ見てくるんだよな。なんか変かな俺。まあね、そりゃみんな見るよ。アキラみたいな可愛い子がそんな男の子みたいな好きしてたら。アキラなんて格好してんの、やば。え、なんか変か。いつも通りなんだけど。いつも通り。ああ、こいつはあんま服とか興味ないやつでさ、兄貴のお下がりを適当に着てんだよな普段。おお、そうなんだよ。アキラせっかく可愛いのにもったいないよ。てかどっちみちその格好はやばいって。っていうかブラはちゃんとつけろって私いつも言ってるよね。すまん、ついつい忘れちゃって。もうしょうがないな。ほらついといでよ、私が一緒に服選んであげる。うわー、ちょっと。いいって、俺別に女物の服なんか。まあまあそう言わずに入ってみなって。うわー、女物の服屋ってこんな感じなのか。男の時は全然興味なかったけど、女になってからだと全然違って見えるな。ん？男の時。ああ、いや何でも。よくわかんないけど、とりあえず一通りお店の中回ってみようよ。アキラ可愛いから何でも似合って。ほら高橋は？アキラになんか着てほしい服とかないの？アキラの服か。お前絶対エロいこと考えてるだろ。いやそんなことねえよ。アキラはどんな服が合うかな。アキラ超簡単だし、何でも似合いそうだし、マジ楽しい。いや、ほんと助かったぜ。俺、女物の服のことなんか全然わかんねえし。うん、ユイナに全部任せるわ。そうだな、俺も女物全然わかんねえ。ねえ、高橋はともかく、アキラは嘘っしょ。女の子なんだから。お、うん。そうだった、今の俺女の子なんだった。じゃあこの辺からいい感じのチョイスするから試着してみよっか。あ、うん。じゃあまずこれは、アキラちっちゃいしこういうガーリーなの似合うんじゃない？あ、それともこれ？ストリート系でかっこよくまとめてみるとか。アキラすごいよ、何でも似合っちゃう。私もテンション上げ上げになってきた。ちょっと待っててね、次の服選んでくるから。古賀さん、俺のこと着せ替え人形かなんかだと思ってんじゃねえか。そんなこと言って、お前だって結構楽しんでんだろ。最後の方ポーズまで決めちゃって。そうだね、お前やっぱ可愛いよ。え、はぁ、うん、マジテレすんなって。そうだ、俺は可愛い。あ、開き直った。ほら、お店で叫ばない。チャンネル登録、高評価、よろしくな。